はい、今回はドコモのナンバーポータビリティ雑談やっていこうと思います。はい、このねナンバーポータビリティ雑談も4回目になるんですけれど、とりあえずね決着の方がつきました。まあ、決着って言い方だとねちょっと大げさかなって感じもあるんですけれど、まあ、どうなるかっていうね結果出たので報告しようと思います。まあ、最初ねエディオの方にフラッと行ってナンバーポータビリティの案件があったのでちょっと聞いてみたらね、もともと iPhone6S こちらをドコモウィズに iPhone6S が追加されたので iPhone6S ドコモウィズで持った場合280円でね維持できるので、 iPhone6S 自体がねどれくらいの値段で売ってるのかなっていうのが気になって聞きに行ったところ、まあ0円、 iPhone6S のねドコモウィズ0円本体ってことだったので、あマジいいなみたいな、0円で iPhone6S が手に入って維持費月280円で持てる、まあこれすごいなと思ってたんですけれど、まあ、その際にねちょっと見たやつで iPhone8 プラスっていうのがね0円っていうのも発見して、まあまあ聞いてみたらね256GB がまさかの0円ってことで、まあこれはね、うん、まあドコモウィズの280円維持も魅力的ではある、もちろん魅力的ではあるんですけれど、まあ、それに比べてもね、さすがにちょっと8プラス 256GB 無料っていうのは0円っていうのはやばいなってことで取り寄せかな頼んだんですけれど、まさかのねすでに他の店舗でも在庫が一切ないと、はい、というかむしろ取り扱いなしっていうことで手に入らないことになってしまったんですけれど、もともとね8っていう案件もあったので、ちょっと8ってどうなってるんですかってこと聞いたところ、入荷できますよっていう、8の256であれば縦にあるんで入荷できますよつって、まあ、自分のね赤と彼女のねゴールドの方を取り寄せしてもらったんですけれど、なぜかねちょっとゴールドがないってことになった状態でね前回止まりました。でその際にね、まあ、ちょっと時間かかってもいいからもうちょっと遠くめのねエディオンさんとか、まあ、どこでもいいんで取り寄せできないですかねっていうのを聞いてみました。でそしたらねじゃあ一応聞いてみますってことでそこで一回切れて、で調べてもらって折り返し電話いただきました。でなんとちゃんと自分がもともと頼んだレッドとゴールドを取り寄せしてもらえることが確定しました。はい、まあ、今回ねもうここの状態なんで間違いないと思います。一応向こうがもう取り寄せしますって話だったのでもう間違いなくね8の 256GB こちらの方は手に入るし、そのナンバーポータビリティ一括0円で手に入ることが確定しました。よかったよかった。まあ、ちょっとね何回かに分けてて、まあ、最終的にはね最悪自分のレッドだけになっちゃうかなと思ったんだけど、やっぱね一応地域まあいろいろ探してもらえば在庫の方あるようです。やっぱ品薄は品薄みたいです。なんですけど完全にね8プラスのように完全に在庫がないってわけじゃなくて、探せばねあるようですね多分、うん、っていう感じで取り寄せしてもらえることになったので、ここの辺でねちょっと料金の方をね説明しようと思います。ナンバーポータビリティした場合の、まあね、ナンバーポータビリティの動画何回か上げてるんですけれど、毎回ねちょっと値段についてのやつを詳細を書いてくれみたいのが何回かあったんで、まあ、今回ね8にした場合、もともと 6S を280円で維持しようと思っていた状況から、まあ、8を維持することになったんですけれど、お値段ねどれくらい違うのか等をちょっとね軽く自分でねちょっとボールペンで手書きで書いたんで字ものすごい汚くて申し訳ないんですけれど、簡単に説明しようと思います。はい、こんな感じです。予想外に字が下手くそ、はいまあそこは許して、一応見えるでしょ文字は、うんと思うんでちょっと見ていただきたいんですけれど、これ1台目っていうのは彼女になります。彼女の場合はドコモ1台目になります。複数持ってるわけじゃなくて初のドコモへの移行、ナンバーポータビリティでっていうことになります。で iPhone8 の 256GB に移行するんですけれど、その場合一番安いプランで計算するとシンプルプラン980円、 SP モードが300円で、ベーシックパックこれ 1GB になるんですけど、一応ね容量どんどん増えていくと値段上がっていく感じになりますが2900円最低だとなります。でお値段の方が合計すると4180円、一応割引とかもあるんですけれど今回はその辺は抜いています。で4180円で持てますよって感じです。 iPhone8 256GB これが無料、一括0円手に入って維持費が4180円で、もともとね契約しようと思っていた iPhone6S こちらの場合なんですけれど、ドコモウィズっていうサービスになります。そうすると単純に料金が1500円引きになります。どうなるかっていうと、まあ、1500円で単純に引くんで2680円で維持できますよっていうのが1回生の場合の値段になります。
どうでしょうか、まあ、1回戦で持ったとしてもここ最近のね結構値段が上がってきてしまってる携帯考える携帯料金考えると割と安めに持てるんじゃないかなと思います。はい。でさらにここからがやばいです。ルルカのようにね複数台持つ方の2台目以降の値段になります。1台持ちだとこの値段なんですけど、ドコモは正直2台目以降がものすごく安く持てます。これはね正直格安 SIM を超えてると自分は思います。もうね格安 SIM への戦いを挑んでるとね、戦い挑んでって言い方もおかしいんだけどね、うん、こんな感じです。はい。複数台で持った場合の iPhone 8の値段になるんですけれど、基本は一緒。シンプルのこの辺は980円。で、SB モード300円。で、一番大きいのがシェア。このね、データですね。こっちでは、ベーシックパックっていうので、最低でも2900円払わなきゃいけないんですけれど、親機の方がデータパックっていうのに入っていると、シェアで500円で持つことができます。で、ここが、ね、一気に値段下がるんで、1ヶ月間で、かかるお金っていうのが1780円の維持費で iPhone8 を持つことができます。2代目以降だけどね。なんでまあ自分が持つ、まあ2代目以降持つのもいいんだけど、子供さんとかね、親御さん、まあ家族で持って、まあ旦那さん、奥さんに渡すとかね、まあそういうので使い方もあると思います。2代目以降ね。で、1780円で持てるんで、かなりのお安く持てるんじゃないかなと。これに関してもね、割引は一応書いてありません。で、2代目以降。で、さらに、8ではなくドコモウィズの 6S にした場合だとドコモウィズ同じように1500円引きになります。はい。お値段驚愕280円で1ヶ月間維持できます。 iPhone6S がタダで手に入ってなおかつ1ヶ月間280円、恐ろしいですね。維持費もう格安シムも真っ青ですよね。まああくまで1台目は普通に持たなきゃいけない大前提があるんで、まあその辺は変わってるとは思うんですけれど、こんな感じで2台目以降持てます。めちゃくちゃ安いんですよ。で、まあ、そうなってくるとね、一番大事な点は何かってなってくると思うんだけど、iPhone 8の価格と 6S の価格が知りたくなると思います。なので調べました。ドコモに書いてあるね、公式サイトの金額になります。で、ドコモの公式サイトの 256GB iPhone 8。お値段が 106,920 円になります。高いっすね。うん、256GB 高い。で、6S の価格 32GB になるんですけれど、42,768 円になります。で、差額の方が 64,152 円っていうのが代金。この本体の差額になります。で、実際のプラの差額なんですけど、プラの差額に関しては単純にドコモウィズとの差なので、1500円引きかける、まあ一応ね、まあどこでやめるかによっても変わるんだけど、24ヶ月。これで計算しようと思います。そうすると、3万6000円って数字が出てきます。はい。なんで、プラの差額は3万6000円。で、本体代金の差額っていうのが 64,150 円。なので、ここの数字を単純に見るのであれば、まあ圧倒的に iPhone 8、こちらを契約した方がお得じゃないかなと思います。自分はこれがお得だと思って8を契約します。まあ、ただし、ここの金額っていうのはあくまで端末の代金の差額を計算してます。で、何が言いたいかっていうと、結局 iPhone 8の 256GB 使うのかって話になってくると思います。うん。iPhone 8、256GB。これを使わないのに無駄に買ってしまう。で、実際は iPhone6S。これで済む内容しか使わないのに、今年しか使わないのに、これを買ってしまったとしても、まあ、自己満はあるかもしれないけど、結果的には 6S で良かったんじゃないの ?1500 円安く持てる感じで良かったんじゃないのっていうことになってくると思います。月々のあくまで差額で考えれば、だいぶ差は出るんですけど、月々で考えたら圧倒的にやっぱもちろん 6S で買った方が、安いですよね。280円で維持できるし、2台目だったら280円。1台目であれば2680円で持てるってことになるので、だいぶね、月額の支払い金額って変わってくると思います。もちろんね、8を使う前提で、まあ、8が欲しくて買ったんであれば、ちょっとくらい高くても全然満足できると思うんですけれど、もともと 6S くらいで十分な人であれば、値段が下がるので 6S を選択するっていうのも全然ありだと思います。うん。やっぱ280円で持てるっていうのはでかいしね、完全に。っていうあるので、まあ、ただ単純にね、この本体の差額だけで見るってのもなんなんで、まあ、ここは本当好みになると思います。自分の場合は8が使いたいので、こっちにするんですけれど、6S で十分だよって方であれば、全然 6S を選択するってのもいいと思います。で、まあ、あとね、注意点一つあるんですけど、ここかなりね、大事なことなので、気をつけてください。これって、ドコモからの補助の代金のやつが出てます。なので、13ヶ月以内に辞めた場合、違約金がものすごいかかります。端末補助が出てのこのナンバーポータビリティって、
端末補助が出ての0円になるんですよね。で、それを13ヶ月未満でやめた場合、払わなきゃいけないっていう契約になります。で、その金額っていうのが、まあ、皆さんね、多分2年以内に辞めると9000いくらみたいなイメージがあると思うんですけど、そんなもんじゃないです。はい。えげつない額を持ってかれちゃいます。まあ、それに関してはね、まあ、どっか書いてあるかな。まあ、店員さんとかに聞けばね、正確な金額を教えてくれると思うんですけれど、かなりえぐい金額持ってかれちゃいます。なので、まあ、この8なり 6S 契約する際には、解約することも可能ではあるし、人によってはね、その9000いくら払えば解約できるんだったら、めちゃくちゃ何回もやってね、儲け出るじゃんみたいな思う方いると思うんですけれど、そういう方がいるので、ちゃんと対応されてます。13ヶ月以内の場合は、それに合ったね、金額、払わなきゃいけないです。かなりえぐい金額。っていうのがあるので、もしね、そういう風に考えてる方、危険ですので、ちゃんと、最低でも確かね、13ヶ月以上だったかな、使わなきゃいけないので、そこをちゃんと視野に入れた上で契約しましょう。逆に言っちゃうとね、その、最低期間ですね、その、違約金がものすごい高い期間を超えてからの違約金は、普通の9000円からになるので、そのタイミングでやめてしまうっていうのも、まあまあまあ、いいことかどうかわかんないけど、やってる方はいますね、正直。はい。まあそんな感じで、まあね、ナンバーポータビリティ、何回かに分けてね、動画のを撮らせてもらったんですけれど、正直、ものすごく、バットが多いです。はい。なんでか、まあ、やっぱね、人が儲かるだったりとか、まあ、これって別にね、裏技っていうか、もう正式にあるものなので、不正なことしてるわけじゃないんだけど、まあ、どうしてもやっぱね、人が得するっていうのがいいやって方がいっぱいいるようです。なんですけれど、自分は絶対使った方がいいと思います。うん。まあなんかね、こういうのを、こじき案件だったりとか、貧乏人っていう方いると思うんですけど、まあそうやって言っても結構かなと思います。うん。やっぱね、目の前にお得なのがあるのに、なんかわざわざ、定価で買うのが常識だろうみたいなの。もうちょっと自分には理解できないかなって感じなので、まあぜひね、携帯移行したいなと思う方、もちろんナンバーポータビリティ、電話番号は変わらないんですけど、アドレスは消えてしまいます。アドレス変わっちゃいます。au で持っていてドコモに移動するんであれば au のアドレス消えてしまうし、ソフトバンクからドコモに行くんであればソフトバンクのアドレスは消えてしまいます。ただし、これもね、何回かお話してるんだけど、今時の世の中、アドレスが変わってもね、そこまで困らない方もいっぱいいると思います。電話番号はね、どうしても変えたくないなって方いると思うんですけれど、アドレスに関してはね、今 LINE とか他のね、やつが発達してきてるんで、まあ、正直ね、変わってしまってもね、そこまで影響はないって方も多いと思いますので、その辺だけね、大丈夫であれば、ナンバーポータビリティで移動してお得にスマホを持つっていうのも全然ありだと思います。はい。まあ、そんな感じでね、まだ iPhone 8の 256GB 契約はしていないんですけれど、平日ね、諸事情で、自分はね、免許証持ってるんですけど、彼女が免許証持ってなくて、その場合ね、今ちょっと契約厳しくなっていて、保健所とかでやる場合って、住民票が必要になります。なので、平日に彼女の住民票を取ってきて、それでね、このショップに行って契約するってことになるんで、ちょっとね、土日月祝日になってるんで、契約に行けていません。なので、来週ね、多分契約すると思いますので、契約後に、まあ、なんかね、こんな感じだったよだったりとか、まあ、代金こんなだったとか、まあ、いろいろね、その辺の話もしようと思いますので、よろしければチャンネル登録、いいね、コメントいただけると嬉しいです。今回も動画の最後まで見ていただいて、ありがとうございました。